次のシーズンには一体何が流行るんじゃい？よしきたー。普段から多くのブランドのコレクションをチェックしているんだけど、先月は立て込んでいてほとんど動画化できなかったから、このタイミングで2025年春夏コレクションを振り返っていこうと思うよ。国内外のブランドをチェックしまくったが、なかなかに熱いブランドが多かったんだぜ。次期シーズンを先取りするために、今のうちから欲しいアイテムの目星をつけておきたいんだぜ。さすがはファッショニスタマリサだ。ブランドによって異なるけど、一般的に2025年春夏コレクションが開催されてから半年後には、店頭に発表された商品が並ぶというから、待ち遠しすぎるな。それじゃあゆっくりしていってね。いつの間にか登録者が5万人いっていたんだぜ。応援してくれてマジ感謝なんだぜ。まず紹介するのは、有名なドメスティックブランドのトーガだ。ビリリースは 2011-2012AW より始動したメンズラインだね。以前こちらの動画で解説した、個人的に大好きなブランドだよ。古着やカルチャーにも造形が深くて、独特な世界観がトーガにはあるんだぜ。最近はそこまで話題に上がることがなくなった気がするけど、ブーツは去年の冬にヘビロテしたんだよな。最近だと、アジア圏のアーティストが着用している印象があるね。自分が2025年春夏で気になったのは、目玉の刺繍が施されたこのジャケットだ。襟の柄も好きだし、綺麗にまとまっていて好きだ。トーガにはいくつかブランドラインがあるんだけど、2024年春夏からはトーガアーカイブスがトーガプーにブランド名を変更したんだよな。ちなみにウィメンズラインはトーガプルラだね。トーガアーカイブスはユニセックスラインなんだぜ。ブランド名の変更に伴う展開アイテムの変更は予定していないようだね。引き続きトーガは全力でチェックさせてもらうんだぜ。次に紹介するのは創始大月だ。今季は日本のバブル経済期をイメージしたコレクションだね。創始大月のセットアップはかなり好きなんだよな。今回の昭和テイストなスーツスタイルも最高だ。和のテイストを感じられるのもグッドポイントなんだぜ。武骨で色っぽいセットアップを探していたから、挑戦してみたいんだぜ。ただ結構値段しそうだな。どれくらいだろうか？これは2024-25年秋冬コレクションで発表された現行で展開されているジャケットだけど、11万円するね。セットアップだと15万円くらいになるから、今季のジャケットもそのくらいいくと思うぞ。春夏だと、セットアップで10万円前後で買えるものもあるみたいなんだぜ。このルックはセットアップじゃないけど、かなり好みなんだぜ。シャツとストールらしきものを合わせる技、習得したいな。そうだな。バブル期に流行っていた肩幅広めのジャケットを現代風にアレンジしているけど、そこまで過度な誇張がないから普段使いできそうでいいな。ショートパンツを履くとよりモード寄りになるねー。お次は、アリクスの2025年コレクションだ。太めのパンツにボリューム感あるシューズを組み合わせたスタイルは長い間提案されてきているけど、やはりめちゃくちゃかっこいいよな。間違いないんだぜ。アリクスのシグネチャーでもあるバックルがついたバックパック、デニムパンツが気になっているんだぜ。最近アリクスはウォッチしていなかったんだけど、改めて見ると結構ええな。だよねー。アリクスは世界三大時計ブランドの一つ、オーデマピゲと去年コラボ時計を出していたけど、あまりにもかっこよすぎたんだよな。今は3000万円くらいで出回ってる超激レア時計だ。2025年春夏に話を戻すけど、上下どちらかをタイトめにするスタイルがじわじわ流行ってきている気がするな。黒のレザー素材のウェアにデニムパンツを合わせた武骨な合わせ方もいいな。2024年春夏コレクションを見ていても思ったけど、最近のアリクスはリック・オーエンスミを感じるルックが多くて好きなんだぜ。ジバンシーを去ったマシュー・ウィリアムズはアリクスに専念してるみたいだし、今後も応援するんだぜ。アリクスについては2年前にこちらの動画で触れているから、気になったらチェックしてみてね。ファッションデザインを専門的には学んでいない彼の華々しいキャリアがわかるはずだ。お次は、新時代のオタク文化を死活文化から着想を得たユーモア 100% のダブレットだ。ジャケットにペンライトが刺さっていたり、推しの写真がプリントされたアクセサリーがついていたりと、今年もフルスロットルでさすがはダブレットといったところだ。様々な人種体系のモデルを採用することでも有名なダブレットだからこそ、このコンセプトが馴染むというか、自然に感じるのかもな。ジェレミー・スコットのクリエーションを彷彿とさせるんだぜ。オタク文化って日本固有のものだと思うし、外国人の方々がこのコレクションを見たら違った見え方がするのかもな。それもまた面白い。そうだね。ちなみに現行展開されているアイテムで気になったのは、個性が光るドライバーズニットだ。胸部分には、某ジャンプ漫画の主人公の傷のような北斗七星が鉄柱で入ってて最高だな。ルイ氏はその漫画の大ファンだし、こや購入不可避なんだぜ。25年春夏だと、ゴアテックス風のひし形アクセがついたこのジャケットもデザインが秀逸なんだぜ。ブランドの解説してるからぜひ見てみてね。次に紹介するのはピココスタディノフだ。8月22日のリーバイスとのコラボが注目を集めていたな。最近はセールが多い気もするけど、かっこいいアイテムはとことんかっこいいんだよなここは。25年春夏は、テーラリング、ワーク、ミリタリーなどを組み合わせ、それらをどこか無機的な造形へとまとめ上げたルックが多かったようだね。このジップとかまさにピコって感じだよな。複雑なパターンが唯一無二なんだぜ。個人的にはこのベルトが欲しいんだぜ。
キココスタディノフは黄緑などの変わった配色のアイテムをよく出しているけど、なかなか着こなせる自信がないんだよな。シックなルックと、個性的なルックの差が激しいんだよな。自分がこのシーズンで一番気になったのは、独特なパターンが特徴のこのパンツだ。黄緑のスケッチがアクセントになっているね。お次は、TH プロダクツだ。シンプルな日々の生活に溶け込む、想像や生き方にもつながっていくプロダクトを提案している日本のブランドだね。何度か当チャンネルにも登場しているお気に入りブランドだよ。太郎堀内が展開するブランドなんだぜ。シンプルなんだけどとにかくシックなデザインが多いんだよな。ただ、コレクションはあまりチェックしたことがなかったから新鮮なんだぜ。使っている色が少ないブランドでもあるから、例年コレクションはサイドが低い写真にしているのかもな。TH プロダクツはドメブラの中でも価格は結構お高めだけど、クオリティは非常に高いと思うよ。現行で展開されている商品を見てみたけど、オーバーサイズの服が多いみたいだね。ザ・リラックスやシュタインが大好きな自分にとっては、かなり好きなデザインの服が多いんだぜ。チェックしてみるんだぜ。お次は大陸だ。宇宙飛行士や宇宙船の整備工の服、SF 映画の衣装から着想を得たコレクションだったようだね。近未来的な光沢感あるルックが多く、リアルクローズ寄りで欲しい服が多かったな。宇宙船の整備工が着用する作業服のようなデザインも多かったんだぜ。ヴィンテージ加工が施された雰囲気のあるデニムパンツはまだまだトレンドだと思うから、ぜひ狙っていきたいな。これは現行で展開されている24年秋冬の定番ペインターパンツだけど、大陸のシグネチャーでもある背面のフラッシャーが可愛いんだよな。シルエットは太すぎないし使い勝手も良さそうだ。次に紹介するのは、創業者自身が手掛ける最後のシーズンとなったドリス・バン・ノッテンだ。ドリスの映画は何度も見たし、昔から応援している大好きなブランドだったから、一つの歴史の終わりを感じたよ。以前解説してくれたこの動画を見たけど、孤高のデザイナードリス・バン・ノッテンの哲学に感銘を受けたんだよな。ラフ・シモンズの時もそうだったけど、よく買っていたブランドが終わっちゃうのって結構悲しいんだぜ。今季のドリスは、クラシカルなジャケットやコートに経年変化を帯びたような表情に加工を施したアイテムが多かったようだね。ちなみにだけど、ドリス本人は6月にデザイナーを退任したものの、どうやら同ブランドのフレグランスの開発には関わり続けているそうだよ。自分は普段香水をそこまでつけないし、家に2個くらいしか持っていないんだけど、なぜだか欲しくなっちゃうな。ほんまや、8月19日に WWD が記事を出していたんだぜ。約40年間ファッション界で活躍してきたドリスさん、次は香水界に革命を起こすんじゃなかろうか？これからの活躍も楽しみなんだぜ。お次は、大人気ドメブラカラーだ。最高築的なデザインが秀逸なカラーだけど、今季は例年よりも欲しい、と思える服が多かったんだよな。このルックなんて、どういう構造してるんだろうな。インナーに着用しているこのジャケット、ドタイプすぎるんだぜ。アンティーク調のボタンを使った雰囲気あるジャケットって、アルチザン系をチェックしてる自分からしたら目に留まるんだよな。シャツの中にニット生地の服を着るスタイリングや、ドッキングデザインのパンツなど、すべてにおいて個性が光っていて最高だな。前衛的なデザインでもないから、私服に取り入れたくなっちゃうね。カラーの定番でもある襟元に複雑なパターンを採用したニットも神なんだぜ。最近は境を買うことが多かったんだけど、こうやってみたらカラーも全力爆買いしたくなっちゃうな。破産不可避だぜ。お次は、メゾン三原康弘だ。ワーク、ミリタリー、テーラリングを基調に、経年変化を感じさせる風合い、解体再構築的なデザインを幅広く取り入れたコレクションだったよ。三原といえば、レイヤードが好きなんだよな。いろんな素材を重ねているのに、バラついている感じがなくて綺麗にまとまっているんだぜ。正直シューズはもう殿堂入りしていると思うんだぜ。アヒル、ソフトクリームのヒールも登場したみたいだけど、間違いなく被らないよな。奇抜で遊び心を感じるデザインが多く、ダブレットみたいな雰囲気があるね。着こなせる自信はないが、お次は、古代の儀式を彷彿とさせる異次元のリップオーエンスだ。淡いベージュに統一された装いで、他ブランドのコレクションとは一線を画す異質な雰囲気を放っていたよ。リップワールド全開だな。全員最上級の魔法を使えそうなビジュアルなんだぜ。リック・オーエンスのコレクションは、どんな服が次のシーズンに展開されるか予想があまりできないんだよな。店頭に並んでる服は意外と着れるものが多いんだぜ。次に紹介するのは、オーラリーだ。公園を舞台に、様々な人々が行き交う様子を表現したコレクションだったようだね。この右のルックは、全世界で通用する最強のスタイリングだと思うな。真似したい。オーラリーは素材や縫製のクオリティがドメブラの中でもトップクラスなのは有名だけど、優しい色使いも至高なんだよな。上質で上品な装いを求めている人は、オーラリーが最強だと思うんだぜ。お次は、トラッドなIDルックを中心とした MASU のコレクションだ。ちなみにファッションにおけるトラッドとは、伝統を重んじたデザインスタイルや、流行に左右されない服装のことを指すよ。IDルックは、1950年代にアメリカで生まれたファッションスタイルで、1960年代に日本で独自の文化として流行したファッションスタイルでもあるんだ。名門私立っぽい雰囲気の装いだな。
ボーダーやブレザー、アーガイルチェックといった、個性的なルックが多いんだぜ。リーフ柄がプリントされたレザージャケットが可愛いんだぜ。こちらの動画で紹介してるから気になった人は要チェックだぜ。さて、気になったブランドの最新コレクションを解説してきたけど、次のシーズンに欲しいブランド、服は見つかったかな？実際に今展開されている商品もまた別の機会にまとめたいな。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。